砂の塔第1話あらすじ。平凡ながらも家族仲良く暮らしてきた主婦高野秋は、家族で憧れのタワーマンションに引っ越してきた。豪華ホテルのようなマンションでの新たな生活にウキウキする一家だったが、それもつかの間、そこに住むセレブ主婦たちが作ったタワマンルールに秋は唖然としてしまう。何階に住んでいるかによってエレベーターの場所まで違い、小学生同士でさえも低層階の住人が高層階の人々に見下されてしまうというフロア差別。1回5000円、高額すぎるが参加しないと村八分にされてしまうという地獄のランチ。子供たちの成長のためにという名目ながら、実は母親たちの見栄の展示会である強制ハロウィン。他にもゴミ出しにも清掃、園バスは学費の順に並ぶなどなど、外部から見るとどう考えても変なローカルルールにみんなが縛られているのだ。プライドや虚栄心にまみれたタワマン主婦たちに振り回されつつ、子供たちがこの新たな環境で浮いてしまわないために必死で馴染もうとする秋。ママ友たちの勧めによりとある体操教室を見学に行く秋。そこでかつて隣に住んでいた年下の幼馴染み産香康平に再会する。優しいコーチとして子供たちからの人気も絶大で、なおかつタワマン宿の頂点に君臨するボスママひろこが見え見えの色目を使っている中、実は秋にも他人には語れない産香との秘密があって、そんな中秋は上の階に引っ越してきたばかりだという佐々木由美子と出会う。夫は海外赴任で子供はいなく、自宅でフラワーアレンジメント教室を開いている本物のセレブ。優雅で上品な容姿にもかかわらず、全く選ぶることのない彼女に惹かれ、秋は由美子に心を許し、幼い娘空を連れて由美子の家を訪ねるようになる。本音で話せる唯一の友人ができて喜ぶ秋。その頃、連続幼児失踪事件、通称ハーメルン事件が世間を騒がしていた。警察の捜査を嘲笑うように次々と幼児が失踪していくが、誘拐犯の手がかりは一切見つからない。ただ一つ、失踪現場に必ず残されている一輪の花、黄色いカーネーションを除いては、その花には一体どんな意味があるのか。警察の捜査が行き詰まる中、ベテラン刑事荒俣は失踪したこの親たちの裏事情を知る中で、ある推理にたどり着く。犯人は子育てをおろそかにしていた母親の子供を狙ってるんじゃないのか。つまり犯人の狙いは愚かな母親たちへの断罪。豪華な衣装をまとい、澄ました笑顔を浮かべているタワマンの母親たち。しかし彼女たちにはそれぞれに人には言えない秘密があった。そしてそれは秋にさえも、きらびやかなタワーマンションの裏と表、それと符合する住人の母親たちの光と闇、さらに美しい花々に囲まれ優しい微笑を絶やさない由美子と、残忍なハーメルン事件の犯人をつなぐ不気味な共通点。一体彼女の真の目的とは何なのか。そして秋は愛する家族を守ることができるのか。人々の裏にある闇の感情と親子の愛情が事件の伏線と複雑に絡み合う。豪華キャスト陣をうならせた完全オリジナルストーリー。母親とは何かを問いかける本格ヒューマンサスペンスがついにベールを脱ぐ。